リンリン、ハローパンラレール、リニパラレールのリントです。はい、本日はね、新入りのご紹介でございます。新入りね、マウスちゃんとかもいるんですけれども、マウスちゃんとかとは違う、うちで初めてっていうか、今まではにはいたんですけどね、今の現状でうちで初めての鳥ちゃんということで、文鳥ですね、桜文鳥のピピでございます。はい、この子ですね。はい、まだ、生まれてうちに来て1週間経つから、これで8週目かな、はい、になります。で、ご友人のあのお家でね、ご友人宅で生まれた子なんですけれども、生まれたタイミングから私ずっとこうね、ご飯をあげていて、差し入れですね、しながら、食べさせていたんですけれども、今現状ね、こんな感じで大きくなっております。まだね、ひな鳥っていう感じではございますし、まだ差し入れもね、している状態なんですけれども、はい、っていうところですね。ちょっと一回出してみましょう。おいで。あ、来た。うい。はい、こんな感じでね、はい、文鳥の、男の子、女の子、まだわかんないです。私が見ても。で、ご友人がね、何匹か飼っててくるんですけれども、それでもわかんないかなっていうところで。で、おそらく桜文鳥だろうというところでね、桜、文鳥の中の桜からですね、だろうという状態でございます。ちょっとね、今ご飯食べたいなっていう状態だと思うんですけども、その後ね、あ、わかったって。その後結構、膨れてはいるんで、大丈夫なはずなんですけれども、ご飯よこせない状態ですね。この後ね、ご飯渡してあげて、って感じにしようかなと思うんですけれども、今回はね、このご紹介の動画と、うちに来たタイミングですね、の動画をこの後差し込んでおきますので、そっちはね、特にナレーションとかないんですけれども、普通に見といていただければなというところです。今ね、ちょっと、なんていうかね、こんな感じで、お家もね、今作ってる最中でございます。こんな感じで、いろんなね、パーツがごちゃごちゃごちゃってなってるんですけれども、ちょっといろいろね、こうやってあれ作ってこれつけてっていうふうに試行錯誤しながら作るんでね、作ってる最中ぐっちゃぐちゃなんですよ。作ってる最中は、作り終わったらね、すぐ綺麗にね、元通りに戻すんですけども、今はひどいレベルでぐちゃぐちゃだね。一応ね、こちらのケージを、ケージとか、衣装ケースなんですけど、衣装ケースをね、改造してちょっと縦長の、ケージを作っていこうかなっていうところでございます。で、来た経緯だけね、先にちょこっとだけお話ししておくと、友達のところで4匹か、この子合わせて4匹生まれて、そのうちの1匹が割と私に懐いてくれてというか、慣れてくれていて、で、ご飯をね、こう、喉奥にこう、刺しながらあげるんですけれども、その時に、この子がね、一番食べててくれてた子なんですね。で、最初別に、そこからね、いただく予定もなかったし、ただ単に私がね、たまにご飯食べさせるのやらせてよぐらいな感じで遊びに行ってて、で、よく遊びに行く方だったんですよね、そのお家が。っていうところで、で、普通にね、接していて、で、それをやっているうちに、友達のね、計らいで、よかったら連れて行っていいよっていうことで、お言葉に甘えさせていただいて、連れ帰らせていただきました。お腹空いてますね。はい、お腹空いてるんで、リビングでパクってきそうな感じですね。はい、友達のね、計らいで、うちに来ることになりました。で、よかったら連れてってよっていうのと、全部が全部ちょっとうちでね、飼育できない可能性もあるんじゃねっていうのは、もともと喋ってて、その方も。で、その、里親とか出そうかなとかっていうのも言ってて、4つね、卵、4つじゃない、もうちょっと生まれたのかな、何個かごめんなさい、忘れちゃいましたけど、卵が生まれて、そんなに帰ると思ってなかったんだよねって言ってて、そしたら帰ってっていう感じで、はい。で、こんな感じでね、もう割とベタ慣れです。今はもうお腹空いて、もういたずら、ここですね。もう指をカリ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 、噛みつこうとしてます。全然痛くないんですよね。痛いというよりね、こちょばしいです。なんか、こしょこしょされてる感じ。っていうところでございます。で、この後ね、その動画、うちに来た時の動画と、何日間かのこの子に餌をあげている時の動画がありますので、よかったらそちら見てください。ということで、一旦ここで、私のナレーションは以上となります。もしよろければ、チャンネル登録、高評価、そして、X、インスタグラム、TikTok などですね、各種 SNS やってますので、よかったらそちらフォローお願いいたします。
ということで一旦以上、リントでした。バイバイ。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンとでした。バイバーイ。